生くん、転校生くん、こっちこっち、見せたいものがあるの。そんな時間取らせないから来て。いや、急に呼び止めてごめんね。でもほら、まつりちゃん今大興奮だから。それに転校生くんにも美味しい話だと思うんだ。何せじゃじゃーん、新型のデクが完成したんだよ。もう世代落ち寸前のカムロジクシーをベースに軽量化したの。でも浪人開発の時に作られた新素材の合金がむちゃくちゃ軽くてね。それで全面を覆ってみたら強度はそのまま驚きの軽さに。おかげで火器を倍乗せてもまだ軽いっていうチート地味な性能になったのよ。しかも見てこのボディ、私が丹精込めて設計したんだから。この角度ね、地味なんだけどこの角度が大事なのね。この角度で曲げることで、それだけで避難時のダメージを3割カット、胸部への致命的な攻撃を防ぐことができるの。装甲設計としては基本なんだけど、スーツ型のデクは設計上難しくて。うっとりするわ。あと、なんだっけ、そうそう、照準系について。ここは電子頭脳のサポート使うから、ユキちゃんにも協力をお願いして。ねえお姉さん、ちょっと熱くなってきちゃった。ちょっと休んでもいいかな。時間？うわー、2時間経ってる？はあ、ごめんね。私って興奮すると見境なくなっちゃって。まあ工作は昔から好きだったし、デクの技術者になったのもそれが高じてだしね。兄様たちからはいい加減経営に回れって言われてるんだけどさ、私にそっちの才能はないって。今の局長って地位だけでもはっきりわかるのに。そうだよ、一応私 JGJ のデク開発局局長。でも局長の仕事って面倒いのよ。予算とスケジュールと戦うのが仕事なの。そんなのより機械いじらせてほしい。ジャブジャブお金突っ込んで新兵器開発したいってとこに、グリモアから業務提携の要請でしょ。大事な仕事だから兄弟の誰かが行かなきゃ、裏世界での戦闘に備えてデクもってなったら、このまつりちゃんしかいないでしょ。それに面倒な仕事しなくて済むしって感じで立候補したのよ。初音ちゃんやさなちゃんにも会えるしね。で、学園に来て、ほんと天国。基本デクの整備だし、うるさい先導はいないし、それに何よりかわいい女の子がたくさん。もうまつりちゃん幸せすぎて死んじゃいそう。転校生くん、今君の周りには私好みの女の子が無数にいるの。だからこれからも仲良くしてね。はい、休憩終わり。まだ新型の説明終わってないんだからね。説明したいことたくさんあるから、もう一回研究所に来てきて。あ、今夜は寝かせないぞ。しなくていいじゃん。